これより大田区長選挙ネット討論会を開会いたします私は本日司会とファシリテーターを務めさせていただきます公益社団法人東京青年会議所大田区委員会委員長福田文明と申しますどうぞよろしくお願いいたします本日はお忙しい中3名の候補者の方にお集まりいただきました皆様ありがとうございます,います視聴者の皆様 今回は各候補者の政策を伝える場です自分が政治家になったらどうすればいいだろうかという気持ちで聞いて一緒にこれからの社会について考えてくださいそれでは今回の討論会の意義につきまして説明させていただきますまた討論会の進行につきましていくつかルールを設けさせていただいておりますこのルールにつきましても合わせて説明させていただきます大田区長選挙ネット討論会では 各候補者の政策比較がししやすす。いいよう、具体的に討論させて,い討論していただきます政治を身近に感じ、自ら政治関連情報を取得するようになることで、自らの持論を持ち、友人や家族、同僚と日常的に政治についての会話をする習慣を身につけてもらいたいという目的があります。主催させていただきます公益社団法人東京青年会議所及び討論会は、 公正・中立な不変・不当の立場から運営されるものであり特定の候補者や政党に対する支持や応援をしたり投票を呼びかけたりすることはありませんそれでは運営ルールの説明をさせていただきます討論会の秩序を保つためファシリテーターである私の指示に従っていただきますようご出席の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます全ての発言は 私の指示により私の指示する順序に従ってください、えー、各質問は回答時間が決まっておりますのでその時間内での回答をお願いします、えー、タイムキーパーが、えー、そちらにいます、えー、30秒前になりますと鐘の音が鳴ります鳴らしてはいありがとうございます、えー、ご発言が時間を経過する場合は途中であってもご発言を停止させていただく場合がございます 進行にご協力をお願いいたしますそれでは各方法の自己紹介に移らせていただきますまずは届け出順に森合さん次に岡隆さん次に鈴木昭雅さんの順番での1分間の自己紹介になりますまずはご自身の人となりにまつわるお話を簡潔にお聞かせくださいそれでは森合さんお願いいたしますどうぞ皆様こんにちは今日は貴重な機会をありがとうございます 町に森、人に愛、森、愛でございます。徳島の議会議員3期、都議2期16年、地域の課題に向き合ってまいりました。制度と制度の狭間で困っている方に、光を当て、手を差し伸べることが議会の役割であると、常に現場を歩き、さまざまな政策実現につなげてまいりました。今6歳のの子供を持つママとして当事者目線の子育て ぜひ、あの地域の皆さんと対話の中から作る。大田区制に取り組んでいきたいと思っています。今日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ええー、続きまして、岡高市さん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。岡高市でございます。 実は私岡隆市区長選挙に出るのは4年ぶり2度目でございます。前回区長選挙に立候補したのは当時の現職の区長さんが多選禁止条例を作っていたにもかかわらずそれを保護にして立候補されたということに対してこれはおかしいと思って立候補した次第です。さてそれは時点で終わってしまうんでございますけれどもそこで岡隆市改めて自己紹介してまいりますが1976年生まれ。 47歳大型、妻と娘3人の5人家族でございます、そしてあの京都にある日本で一番古い私立学校を卒業後、東京大学に進み、その後、大田区蒲田にあった信託銀行でビジネスキャリアをスタートさせた、その後ですね、あの12年間、金融機関等々で働いて、えーえー、区議会議員を8年務め、そして4年前は区長選挙に出馬して、また今、改めて区長に挑戦する岡隆です、どうぞよろしくお願いします。 はい岡さんありがとうございました、えー、続きまして、えー、鈴木明まさんお願いいたしますはい、えー、鈴木明までございます私はあ石原慎太郎先生の秘書を9年間書生も含めまして務めましたその後、えー、地元から区議会に立候補して3期10年そして都議会は浪人時代を入れますと、えー、約20年間ですね、えー、合計まあ言いますと まあ40年近く、大田区からですね地方政治に関わってまいりました、まあ、こういった経験をですねしっかりとこれからの10年後、20年後、30年後の大田区の未来をしっかり作っていくために、私は今回、立候補させていただきました、5人の孫のおじいちゃんとしてもしっかり子どもたちに明日の大田区をプレゼントできるように、そんな政治をやっていきたいと思います。 はい、ありがとうございます。えー、鈴木明馬さん、ありがとうございました。えー、続きまして、えー、皆様に事前にお伺いした最重要政策につき、えー、なぜその政策を第一順位にしたのか、えー、どのような経緯でその政策のことを意識するようになったのか、えー、どのように政策を遂行していくのかを三分以内でお聞かせください。えー、っとそれでは、えー、っと続きまえー、っとまずは岡さんからお願いできますでしょうか。えー、っと岡さんの。えー 最重要政策は子どもの貧困対策と格差是正のための教育の底上げとなっております。よろしくお願いいたします。え、社会保障分野って、んうん、あのそう。 社会保障分野というのはあの第一優先ということで置いております。はい、あの何かというと今、政治活動をしてまして年金生活で暮らされている方の話を聞く年金の,あのいわゆる収入というのは実質的には目減りしている状態である一方でその社会保障、まあ、社会保険の支払いがまあ年々増えてきてますよということがあります。で今異次元の少子化対策 私も子ども3人いる立場ですから歓迎するところはあるけれどもその負担増が皆さん、まあ、高齢者に限らず皆さんにかかってきてみんなの可処分所得が少なくなっているからだから、ね、大田区も社会保険その健康保険とか介護保険担い手であるからそこを、ね、抑えていくんだ今、大田区の大きな課題の1つが1人当たりの医療費が23区でワーストの水準にあるんですね。 だから私、岡隆は区民の皆さんの健康を守ってその社会保障の負担を抑制していくべきだと思っています。これは、まあ、今、喫金の課題は本当はそこにあるんだと思っています。さて、じゃあそれどうやってみんなの健康を守っていくかというのは私は大学院、東京大学の大学院であの都市工学科ではあったんですけどデータサイエンスも学んできております。そしてデータを、みんなの健康に関わる医療に関わるデータをしっかり、ね、ビッグデータ分析してそれで 人それぞれの生活習慣に応じてどうやったら糖尿病みたいな重症にならないかとかそうしたことをね提案していくデータヘルスの取り組みを大田区でも進めていきたいと思っています今までのやっぱり古い16年もやられてきた区長はそうした新しい取り組みやってこれなかったから私岡隆は新しい区長としてしっかりデータヘルスの取り組みをして区民のみんなを健康にしていきたいと思っています。 あとね、そういうデータヘルスだけじゃなくて、まちづくりもそうです、いわゆるウォーカブルシティ歩きやすいまちを作っていくとか、運動しやすい、えー、ちょっとした健康,健康器具というか、健康体操もしやすいとか、そうしたあの都市空間を作っていく、まあ、それが今のね、私も都市工学科、終了してるんですけれども、今のまちづくりの最先端ではあるかと思うんですけれども、そうしたデータヘルスとまちづくりの両面からです、ね、区民の皆さん、別に高齢者だけじゃなくて、子どもたちもそう、みんなの健康を守っていきたいと思っております。 はい、ありがとうございましたえ、先ほどは大変申し訳ございませんでした。えっ、ー、と情報に誤りがありました。えっ、ー、とですね各方法、政策比較表のについてもえっ、ー、と優先順位がですね。ちょっとえっ、ー、と変わっておりますので、えっ、ー、とこちら公開されておりましたら、えー、差し替えさせていただきますので、えっ、ー、とよろしくお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。えー、続きまして、えっ、ー、と鈴木さん。 にえっと質問させていただきます。えっと子育て教育をじ充実し、子育て世代に選ばれる太田を実現とお伺いしております、はいえー、それではあの回答をお願いいたします。はい、あの私は笑顔あふれる大田区を作っていきたい。こういうことでですね。まず、第一優先課題としては、子育て教育の充実を訴えております。あの私は？ とにかくこの合計勝率ですね、なんとか1.2以上にあの持っていきたいな、そしてその若い世代の定住志向、これをなんとか80%ぐらいまであの上げていきたいな、ファミリー世代に選ばれるあの大田区を作ってまいりたいと、このように考えております。まあ、そのためには産後ケアやですね、まあ、在宅子育て訪問 それから、大田区版の子育て拠点を新設するなど、ですねまあ共働きの世帯、ひとり親家庭やまあ在宅・子育て家庭など、ですねまあ多彩な子育ての形を切れ目なく支援をしてまいりたいと思っております。また、児童相談所、一時保護所の新設、虐待児童への支援体制を再構築するなどして、安心してですね、 まあ過ごせる子どもたちが過ごせる場所を増やしていきたいというふうに思っております、そしてまあ特色ある教育やグローバルコミュニケーション、こういった教育を推進するために、誰一人も取り残されない、そんな教育先進都市太田を実現をしてまいりたい、まさに妊娠・出産から18歳までのですね切れ目ない子育て政策をしっかりとやっていきたいと思っております。 ま,あそのまず第一歩として、ですね、えー、子育て政策の一丁目一番地として、学校給食の小中学校の無償化、こういったものもあの議会側からもですねあの区長に要望が出されていると聞いておりますので、まずは次元的にも、こういった学校給食の無償化にまず取り組んでいきたい、このように考えておりますはいいありがとうございます。 続いて森さんは教育子育て分野とお伺いしておりますそれでは森さんお願いいたしますはい、ありがとうございます未来への最大の投資は人子どもは未来そのものですけれども今先進国の中で子どもにかける予算が少ない日本のその子育て環境を大田区から変えていきたいと思っています保育教育への徹底投資で未来を担う子どもたちの 笑顔があふれる大田区を築いていきたい。と学校給食の無償化はもちろんなんですけれども、子どもたちの食の安全と健康を守るオーガニック給食の推進。これは私が都議会でもあの提案をしてまいりました。また、あの待機児童はゼロになったけれども、小一の壁の解消、学童保育の待機児童対策も喫緊の課題です。また、学童への配食サービス。 また大田区ではあのお父さんお母さんが困った時緊急で預かってもらえる一時預かりがまだまだ足りませんそういった一時預かりの充実や安心できる子どもの居場所を増やしてまいりますまた校内フリースクールなど不登校の子どもたちのあの学びの場をしっかりと守っていくことを進めていきたいと思っていますまた今多くの若者が奨学金という名の借金を背負って社会に出ている そういった中で給付型奨学金の拡充など子どもたちが親御さんの所得の格差によって学ぶことを諦めないそういったすべての子どもたちが本当に学びたい子どもたちが思いっきり学べるようにいじめの対策として本当に学校にスクールロイヤーさんに入ってもらったりまた本当に学校の先生方が今、本当に教員不足の中であの 先生が教えることに専念ができるようにスクールソーシャルワーカーさんやスクールカウンセラーさんにももっと福祉人材が学校に入ってもらうことで子どもたちの心に寄り添うそういった学校を作っていきたいと思っていますまた子どもたちの意見がしっかりとあの行政に届くように私東京都でも子どもの権利条例作ってあのワーキングチームに入っていたんですけれどもそういった中では大田区でも大田区条例を作って そして子どもの意見がしっかりと意見表明権が活かせるように子ども若者議会を作っていきたいと思っていますと子どもたちが思い切り遊べるプレーパークも東京都で予算がついても大田区でやらなければ子どもに届かないのでプレーパークやあの思い切りドッグランなどの魅力的な公園作りも地域の方と一緒に作っていきたいと思いますはい森さんありがとうございました 続きましては皆様に共通の質問を投げかけますので申し上げる制限時間内に順番に回答をお願いします今後の子育て政策に対してどのように取り組むのかちょっと朝食する内容もあるかもしれませんが1人2分で回答をお願いしますそれでは鈴木秋正先生お願いします もうすでにですねあの話させていただいてあの重複するところもあるかもしれませんけれども2030年からですねあの人,口減人口が減ってくることは大田区もあのその状況にございましてまあどのようにまあやっぱりあのファミリー世代に大田区に住んでいただき子どもを産んでいただきそしてですね あの定住していただけるかっていうことはまとってもあの大田区性の中でも大事な課題だというふうに思っておりましてまあ今言いましたようなあの良質な食材でまあ学校給食をあの展開をしていったりあるいはあのファミリー世代の住宅まあ都営もですねえ区営も。 あの工夫ができる点も多々あると思いますのでこういった住宅政策やあるいは商店街の空いている店舗などへのですねあのみんなで子どもの見守りこういったこともあのやっていきたいなというふうにあの思っておりますまたあの妊娠出産に対する支援というものも大田区としてもやっていけることがあるのではないのかなと いうふうに思っておりますはいありがとうございますそれでは続きまして森谷先生お願いいたしますやはりあの先ほども話したんですけども先進国で子供にかける予算が極めて少ない状況を大田区から変える本気の子育て支援に取り組んでいきたいと思っていますまたあの本当に少子化対策って言いながら やっぱり私も就職氷河期世代の1人として今、年収200万円の若者でが非正規雇用だと子供を持ちたくても結婚したくてもできないそういった雇用の問題からしっかりと支えていかなければ少子化対策の根本は解決しないそういう意味では本当に非正規雇用の問題なども行政がワーキングプラを作るんじゃなくてしっかりとあの正規職員、公規約条例なども結んで 働く人が報われる社会にしてていいいいかななけければいけないと思っまますまた子育て政策については先ほど言ったあの学校給食の無償化やオーガニック給食の推進学童への配食などなどはもちろんですけれども本当にあの一,時あかあの一時保護所が児童相談所が大田区に移管をされるのでそういった面では本当にすべての子どもたちの命を支えるそういったあの常勤弁護士の設置をして子どもの権利 しっっっっっかりとと守ててていいいいいくそういったたを作っていきたいと思っていますまたこの子どもの貧困はもう子どもだけの問題じゃなくその背景にあるシングルマザー今あの女性の,あの3人に1人が本当に正雇用の方が本当に困窮をしているという面ではシングルマザーの方が安心して暮らせるそういったあの空き家も活用したシングルマザーのシェアハウスや住宅政策をしっかりと支えていきます。 はい森上さんありがとうございます、えー、続きまして岡田隆先生お願いいたしますはい区長候補の岡田嘉でございますこの少子化対策子育て政策というところでございますけれども少子化っていう言葉は結構もう難しくなってきていると私は思っています私は1976年生まれ今第二次ベビーブームの一番下のところでございますがこれから日本が子供をさらに増やしていくってとても難しいんだだからこれからはね、量より質への転換だ 子育ててて政策は量より質への転換だと思っています。そして大田区における子育て問題は質の問題、この子どもの貧困であったり子どもの教育格差って大田区で厳然として存在しています、まあ、みんな分かってらっしゃると思うけれども大田区ってこの格差の問題でも格差の問題があるということはそこを是正することが我々には可能なんだ。 その底辺を引き上げることでほら大田区で素晴らしい子どもたちが育まれてくるじゃないかそういう社会が作れるんですさて僕区議会議員やってたんですけれどもその時にね中学校の標定平均という数字があの都立高校に進む時の,あのいわゆる あの通信簿でですすね評定平均というのを示されるんです各学校ごとの標定平均の,あの平均値で見せられるんですけども特に会の学校標定平均が会の学校って固定化されてるんです毎年その学校が会だったりするそれってね公教育でもっと格差の是正ができるっていう現状なんですよ会のところに対して例えば校長先生すごい人入れてくるとかねあのその他の教員も金八先生みたいな。 分からない世代の人わ分からないかもしれないけどもそうやってあの教育の質を向上していくことで格差の問題まさに少子化の質の問題が解決できると思ってますで今回子どものねための3つの無料施策っていうのを提案してますえ中学校でねあの朝ごはん食べてない子どもがあんまり勉強ができないっていうのがあるから子どもの朝食無料勉強する場所がないっていうから自習室無料あと補習室無料そういう3つの無料も提案してね子どもたちに優しいお宅を作ります はい、岡田佳子さんありがとうございました。えー、続きましては、えー、と共通の質問の二つ目となります、えー。制限時間内に順番に回答をお願いします。えー、大田区鉄道沿線まちづくり構想を踏まえて、今後どのように取り組むのか一、えー、人二分でお願いいたします。えー、それでは、えー、回答、えー、森さんお願いいたします。ありがとうございます。 新空港線、鎌倉線は、本当に、今回の,あの区長選挙の争点として、様々な参人院権が違うと思うんですけれどもあの、様々な課題がある中、一度立ち止まる必要があると考えます。今、JR 羽田アクセス線のによる需要の見込みの変化もある中で、今、あの大田区が建てている。あの総額一千三百六十億円、大田区負担分だと三百二十六億円だと思うんですけれども、それが本当に今。 やるべきなのか私は今、長引くコロナ禍の中で区民の皆様の生活がすごく大変な現場を見ているだからこそ一度立ち止まってで情報公開を行って実はあの、私多摩川線沿いに住んでいるんですけれどもすべて多摩川線は通過をされてしまうしかも JR と東急の乗り換えって今は1、2分ですぐ乗り換えられるんですけども地下4階の駅まで行くと乗り換えだけでも5分かかってしまう。 そして空港まで直行するのではなく第一期工事では産業プラザフィオの地下まで行ってそこから京急蒲田に乗り換えるのに6分これ乗り換えだけで11分かかってしまうともう JR と京急の蒲田の駅歩けちゃうんですよねそういったこととかもしっかりと有識者の先生方にもあとあの線路幅が違うので技術的な課題でもあのコストとリスクもしっかりと あの有識者の先生方ともともに情報公開をしながら住民投票を行って区民の皆様とともにもう一度見直していきたいと思っていますはいありがとうございました、えー、続きまして岡さんお願いいたしますはい区長候補の岡でございます鉄道沿線まちづくり私もあの大学院で公共交通学んでまいりましたので鉄道によるまちづくりとても大切だと思っていますだけどかまかませんこれは無駄遣いだ そういうことを今回の区長選挙では提示しております。さっき言われたように、鎌釜線一基ね、1基部分の開発費が1360億円だ。それを3分の1、3分の1、3分の1で国、地方自治体、事業者で負担するということになっていて、まあ、でその自治体部分、この3分の1という部分が,大が、大田区が7、東京都が3という大田区の割合が重いの、それによって大田区の負担分が317億円、そして事業者負担。 これは東急、株式会東急と大田区で出資するんだけど、東急の負担割合が小さくて、大田区が61%だ。だから、この株主出資の割合だけ見ると、大田区の負担は276億。だから、トータルで600億も金をかけてしまう。大田区民の税金をかけてしまう。これは税金の無駄遣いだからストップだということを申し上げてきた。さて、じゃあこの鉄道沿線まちづくりコースを大田区今建ててます。これはね、今、鉄道、そのカマ新空港線の2期整備。 もう進めるよということが大前提なんです、日記整備というのは、京急蒲田と大鳥り乗,り乗り入れ路線を作ること、でこの検討するということが、そのまちづくり構想で書いてあるんだけれども、果たして本気で検討しているのか、私は区議会議員8年やってきたけど、本気で検討しているとは思えない、まあ、だけれども、私が区長になったならば、その検討状況、区役所の検討状況をしっかりと確認して明らかにしたいと思っています。その上でね あの、まあ、それを確かめる。だけれども、一気整備のその大田区民負担、鎌倉線六百億も税負担のある。これは大田区の端での都市整備予算の七年分もするから、これは課題なので。私もこれはね、あの民意をしっかり通っていきたいと思っております。以上です。はい、ありがとうございます。え、続きまして、鈴木さんお願いいたします。はい、鈴木明きまさです。え、この真空光線の問題はですね。 西野区政松原区政と40年のの大田区の課題悲願であります新、まあ、空港線の整備によって羽田空港とこの東京圏北西部を結ぶことによりですね渋谷新宿池袋方面からのアクセスが向上するわけでございます、まあ、首都東京にとって重要な交通手段になるのが、えー、この真空港線でメリットをですね享受できるのは大田区民であります まず、区民の東西方向の移動が便利になるとともに、まあ、この通勤やです、ね、通学などによる区内、区外への行き来が容易になることそして天候に左右されずに高齢者や車いすで安全で快適に移動できることこの既存レッスンとは別にです、ね、防災上の代替機能も果たすなど まあ安心安全の,この期待も非常に大きいわけでございます加えて鉄道は公共交通として CO2 の削減にも大きく貢献できるわけでありますそして交通網として機能以上に重要なことは蒲田駅周辺をはじめ沿線のまちづくりにこの機能がですねあの古くなった部分を大幅に機能更新をすることができる真空光線の整備を契機として 蒲田駅周辺のこのまちづくりや沿線まちづくりを起爆剤として、地域経済の活性化も大変期待できると思います、そしてですね大田区の事業費負担は限りなくゼロにすることができる都市計画交付金や財政調整基金なので、私も都議会議員としてですねこの問題はしっかり取り組んできましたし、この問題にこれからも区長としてしっかり取り組んでまいります。 はい、ありがとうございます。続きまして、共通質問の3つ目に移らせていただきます。基礎自治体である大田区は、医療福祉政策に対して何ができるのか、え、区民に何を提供できるのか、え、1人2分でお願いいたします。え、それでは、岡さんお願いいたします。 私はその区長選挙の大きな課題の一つ,一つに地域の社会保障をしっかり守っていくことだと申し上げましたで大田区でもその社会保障の一端である国民健康保や介護保険これは運営主体でありますだからその運営を、ね、適正化するそれによって社会保険料を1円でも抑えていきたいと思っています実は私あの4年前も区長選挙を立候補していてその時に住民税20%減税 そうした政策を掲げていた今回も質問が来るの今回、住民税減税言わないのか今、やっぱり財政問題いろいろあってそう簡単に減税に踏み込めないんだだけど一方で社会保険に関しても皆さん負担しているある意味税より重いんだあの住民税が10%なんだけど社会保険例えばその国民健康保険と介護保険を足して11%超えてくるということであのそう働いている人も高齢者の人も税よりも社会保険の,この負担が大きいよ だから、もちろんね、何でも見てあげるよ、十分な医療、十分な福祉、そう言われがちなんだけれども、いや、でも結局、誰が負担するんだって、それはみんな、みんな負担するんだ、だから1円でも抑えていきたいと思っています。で、そこで先ほど申し上げたように、データヘルスの取り組みだ、みんな健康になってくれっていうだけで健康になってくれるんだったら、そんないい話はないわけでございます。ただ、皆さんにね、健康診断、ちゃんと受けていただいて、それぞれの健康データ、 また診療データ、そうしたあと介護データ、そういったねいろんな健康に関わるデータを皆さん持ち寄る、そのデータ、ビッグデータを分析して、区民の健康を守るんだ、そういう行政は、健康に関して区民の皆の健康に対してもっと積極的になっていかなければいけない時代が今だ、そういうふうに考えております。以上ですすすはいいいいあありがとうございままま、えー、続きしして鈴木さんお願たの 私は松原区政を継承するということをですね、今回、区民に訴えております、それは大田区のこの福祉や介護、障害者福祉、あるいはあの在宅介護ですとか、さまざ、あ、まなこの福祉分野というのは、大田区のこの予算の中でですね、まあ、3100億、今年令和5年度のこの予算構成の中で、まあ、本当にですね、 えー、約6割これに費やしております。そして、えー、約3割が子育て支援にもつながる、そういった予算編成となっております。まあ,あのそういう中でですね。やはり人生100年時代、これをあの生き生きと地域で暮らしていただけるようなまあ、そういった。やはり政策もですね。しっかり、私は展開をしていきたいなと。 いう,ふうに思っておりますあの大田区のこの福祉予算っていうのはですね23区の中でもまあナンバー2だとこういうこともあの財政当局からも伺っておりましてあの子育て支援とともにこの高齢者福祉の問題や障害者福祉の問題もです、ね、あのしっかりと現状で あの松原区政の中であの作ってくれたものを進化していきたいと思っております。はい、ありがとうございます、えー。続きまして森さんお願いいたします。基礎自治体の役割は何より区民の命と暮らしに寄り添うことであると思っています。ですから本当にあのご高齢社会超高齢社会を支える。 地域包括ケアシステムの構築、また本当に在宅医療の充実など、もっと手厚くしてほしいと先日も車椅子のご婦人から駅で話していたらお声を寄せていただきましたそういった面では障害者福祉の充実について例えば聴覚障害者の方の災害時の避難所を整備してほしいって私、区議会議員時代のら頃から要望していたんですけども。 7年経った今も検討中と伺い、愕然としました。今年はあの関東大震災から100年の節目の年ですので、そういった面では本当に障害のある方も安心できる。福祉な避難所の整備ももっと充実をしていかなければならないと思っています。また、あの子供の貧困対策、本当にあの大田区では日本で初めての子ども食堂ができました。そういった中では、本当に1日の栄養を学校給食でがとっていない。お子さんがいる。 そういったあの本当にしっかりと政治が機能していれば本来、子ども食堂は必要がなかったそういったぐらいしっかりと子どもたちの一人一人の本当に命に寄り添うあの子どもの貧困対策やまたヤングケアラーの支援の強化も必要です実態調査をまず行った上でヤングケアラーの支援の強化にも取り組んでいきたいと思っています。 制度と制度の狭間で困っている人に手を差し伸べるのが基礎自治体の役割だと思いますのでしっかりと医療福祉政策充実をさせていきたいと思っていますはいありがとうございますえ続きまして共通質問の四つ目に移らせていただきます、えー、SGG に関連して エシカル消費が注目されていますが、国や党が行っている取り組み以外に基礎的自治体として大田区が区民とともに行えることは何かありますか。はい、すみません失礼しました。えー、っとそれではえー、っと,、えー、っと鈴木候補お願いします。はい。あの鈴木明まさです。エシカル消費 ということでですね、あのまあ身近な自治体として大田区でどのようなことをやっていったらいいだろうかというご質問でございます。まあ、皆様もよくご案内の通りですね、このエシカル消費っていうのは、まあ、地域の活性化や雇用などを含む人社会地域環境に配慮した消費行動のことであります。ですからやっぱり一人一人がですね、あの社会的な課題に気づいて。 日々の買い物などを通じてですねその課題の解決のためにまず自分が何をできるのかっていうことを考えてみることまた行政としてもですねそんなことをある意味ではその誘導もしていけたらいいのかなというふうに思っております。そういいったここととでですね例えば私自身もも普段していることですけれどもそのまあ売上金の一部が 寄付になるような商品を買うというようなことやです、ね、障害者の支援につながるような商品をあの選択することなどっていうようなこともあの自分ではあの、まあ、考えながらそしてです、ね、あまりあの例えば防災の時代ですからあの家にですね買っておくってことも必要かもしれないけど必要なものはあまり買わないというようなこともね大事なことなんじゃないかなというふうに思います。 そしてやはり自分の商店街で、えー、地元の商店街で買い物をしていくそういうことがあの大事だなと思っております。はい、ありがとうございます。えー、続きましてええー、と森さんお願いいたします。ありがとうございます。の SDGs の推進またあのエシカル消費については私共あの東京都議会の中でエシカル消費の推進に取り組んできました。 本当にあの日々の買い物は投票の一票と同じです。区民の皆様の行動を変えることが、本当にあの持続可能なあの社会づくりにつながっていると思いますので、自治体の役割が非常に重要になってくると思います。学校での環境教育の推進、また、あの私はの公約の中にも気候対策、市民会議の設置を訴えています。今、大田区は co。2の排出量が。 23 2区でワースト2位の現状がありますそういったことでは、本当に区民の皆様と行動を変えることで地域の環境を守っていくこと、またあのジェンダー平等やフェアトレード等、私はあの大学時代に途上国問題に取り組んで、そういったあのフェアトレードにも取り組んでまいりましたので、大田区をフェアトレードタウンにしたいという思いもあります。またあの東京クリ,ミリで あの障害者雇用の方も多様な障害を持っている方も自分らしく生きられるそういった中ではあの障害者の方が作ったあの大結さんというあの大田区でも取り組みがありますのでそういったもっと多様な皆さんがあのお仕事をしやすい ICT も活用してあの織姫を活用した障害者雇用の,あの推進にも取り組んでいきたいと思っています。 区民の皆様とともに持続可能な社会づくりに取り組み本当にエシカルが普通に区民の皆様の行動に一部になるように取り組んでいきたいと思っていますはいありがとうございます、えー、続きまして岡さんお願いいたします、はい、区長候補の岡隆でございます、まあ、エシカル消費ってどうしても区役所主導っていうよりもねあの民間のアイデアベースでいろいろやっていきたいそういったものでございます まあそういうね、あの公民連携の枠であのいろいろ進めていければと思うんです。まあ、あえてまあこうしたご質問でございますので、ちょっと私は思いついたことをいくつか述べさせていただきます。例えば、隣の川崎市って結構 SDGs と結構取り組んでいるイメージがあるんですけども、例えばそのジモティあのリサイクルのポータルサイトですね、ジモティと連携したリサイクルステーション大田区にも作ってもらうとか。あの 私もカーシェアリングよく使うんですけれども例えばそのカーシェアをその区内の公共施設各地に置いて乗り捨て型のまあカーシェアのあののカーシェアのなんだステーションを作っていくとかあとあの交通弱者の問題大田区結構あるんで例えばその地域限定でウーバーを認めていくそういうのもいいかなと思ったりあとまあ 結構オタクもね生活力値があってシェア農園なんかも最近増えてきてるあシェア農園の取り組みも大切でそこでもうねいわゆるマイ農園で物を買えるよみたいなことをするとフードマイレージも縮まってきていいんじゃないかと思ってますあと私も選挙の時にね結構障害者施設にあの物事を発注するんですよ結構そのなんだろう質のいい仕事をしてくれるんですだからみんなもね自分のこれもしかしたら障害者施設に頼めるんじゃないかなっていうのを持っていくのも結構いいんじゃないかなと思っておりますあとね最近流行ってるのは太陽光パネルをね 壁にみんな貼るっていうペロブスカイト太陽電池ああいったものもねあのまあコストがどのぐらいになるかっていうのあるんですけどもそういうなんだろうそのいわゆる日本のあの技術も生かしたものを作っていきたいあのこれちょっと時間ないですけどあとねさっき生きない消費も盛り上げていきたいなっていうところで今回の政策のワンポイントとしてデジタル地域通貨発行したいでそれって税金が余ったらねあのデジタルでスパッとみんなにあの配布できてそれを 地域で地域の商店でしか使えないよってことにしたら大田区の域内商品ますます増えていくな地域活性化できるなと思っていました、えー、続きましては、えーえー、と私からですね各候補の方にご質問をですね深掘りすべくです、ね、お一方ずつ質問をさせていただきます。えー 森さんのえっ、ー、と先ほどのお話の中で、オタッコ条例っていうのと、えっ、ー、と児童少談所が大田区にえっ、ー、と移管されるって話がありましたが、そちらの話をです、ね、もしとえっ、ー、ともう少し詳しくお聞かせください。えっ、ー、と三分のえっ、ー、と時間があります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。えっ、ー、とオタ条例、これ私があの東京都の議会の中で、あの子どもの 権利条例を策定ワーキングチームの中で子どもの権利条令作ってまいりました。おたあの日本は世界で子どもの権利条約が制定をされてから本当に二十年遅れて先ほどあの先つい先日子ども条令ができたと思うあの子どのあの法律ができたんですけれども、そういった中で本当に自治体としてもしっかりと子どもの権利を守る。 子どもが主体として生き生きと輝くあの大田区を作っていくために子ども基本条例を作るそれがあの大田区条例として今区民の皆様と一緒にもうあの長年かけて土壌を作ってきていますですのであの大田区版の子ども基本条例を大田区条例としてその中で本当に子どもの学ぶ権利ですとか子どもの意見表明権というのも東京都の条例の中でも入れました。子供は権利の主体として今本当にあの投票率が あの低い現状がある中で18歳になりました、さあ選挙に行ってくださいって言ってもなかなかその土壌が育っていないんですだからこそこの大凧条例と一緒に子ども若者会議を議会を設置して子どもの声が学校作りや地域の公園作りに子どもの声が届くそのことで自分たちの声が社会を変えているっていう経験が。 あの子どもたちの本当に民主主義教育につながると思いますので、そういった面では本当に将来の投票率を上げるためにも子どもの声がしっかりと行政に届く仕組みを作っていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。えー、続きましてえっ、ー、と岡さんに質問です。えっ、ー、と社会保障の適正化っていうのがえっ、ー、とまあ最重要課題とおっしゃられておりますが、えっ、ー、とこれですねあの。 大田区の社会保障ってえー、っとどん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 膨らんでいるの状況じゃないですか。でそ、それ本当に歯止めが効くのか、その具体的なのがあるのかっていうのをですね、お聞かせいただきたいです。よろしくお願いします。そう、社会保険料増えてきて歯止めが効くかって言ったら効かないと思うんですよ。でも効かなかったらどうなるかっていうと、まあこれ青年会議所さんですから皆さん40万円でね。 70になったとき、社会保障崩壊してると思うんですよね、だから諦めちゃいけないんですよ、諦めたらね、それで日本終わりだと思うんで、まあ,あのそういった意味、々政治家なので、そこはあがいていくんだと思ってます、であがくのも別に努力と根性であがけるとは思っていなくて、みんなが健康でいてくれたらね、あの保険も介護もまあお金がかからないだろうっていう部分があるわけです。で健康になるただ 健康になれないのかっていうと、その大田区はたまたまね、な、ま、ぜ、あ、あかまではそのあたりは別に区役所として分析されてないんだけれども、その大田区の国民健康険この1人当たりの医療費が23区、最悪の数字が出てるんだ、最悪、だけどさっき言ったように格差の問題、格差っていうのは上と下があるんだったら、上に近づければいいだけだ、そういった意味で大田区の医療費がね、1人当たりの医療費が、どうやったら他と同じ水準に、低い数字に持っていけるのかって努力をする。 とことはできると思うんで,すよでそのさっき言ったデータヘルスの取り組みちゃんとそのみんな例えば大田区健康診断あんまり受けてないねっていう数字もあるじゃあ,健康,保険あの健康診断受けてください健康診断受ければ あ,のあなたの,その健康ヘルス状態に異常値があるだからこの異常値に対してこう,う改善策を示しますというのは割とその簡単に示せるわけですよじゃ,あじゃあ健康診断してもらえばいいじゃないかでしてくれないじゃあどうしてだじゃあそこでねインセンティブボーナスを与えるさっき言った僕あのデジタル地域通貨を発行しようと、まあ、いわゆるそのなんだろう耐火性のあるポイントを発行することは自治体も結構できるはずですだからそういった意味でじゃあまずねあの健康診断を受けてもらって基礎数値を まあ女性の場合とはある意味基,本体基礎体温で測っているのかもしれないけど男性の場合あそうかやってない人間で何も自分の,あの体のデータを持っていないのかもしれないだからそういった意味であのデータをしっかり、ね、個人それぞれ持ってもらうのもそうだしで大田区の持っているさっきの健康のビッグデータこういう状況の人はこうなるだろうこういう状況の人はあの糖尿病になっちゃうだろうとか糖尿,病糖尿病って一番何かというとやっぱ医療費の負担が、ね、大きい病種である。 だから糖尿病にならないように、あのこういう人の状況を診断して、あなたの場合になりそうだからっていうアラートを走っていくとかいうことで、そういったのは、お互い健康政策何もやってないから、だから、はっきり言ってね、いっぱいできることがあると思ってます。希望にあふれています。はい、ありがとうございました。えー、続きまして、鈴木さんに質問したいんですが、えーっ,とえー、っと、ファミリー世帯はなぜ減ったんでしょうかで、また、えー、っと、 えっちょっとそのそれに関連する話で、まあ住宅の話もされてたと思うんですけど。大田区って空室率が、えっと、三十パーセント以上、確かあったと思うんですが。それに絡めて、何かできないかなというのを質問させていただきます。よろしくお願いいたします、はい。あのー、鈴木あきまさです。あのー、まあ、ファミリー世帯のですね。あのー。まあ、区外の流出っていうのは、まあ、あのー、まあ、やはりそれは、あのー。うん 新しいそのライフスタイルとしてあの正直言ってお子さんをあの1人より2人2人よりも3人っていうことではなくてあのお子様あの1人設けてそれでまああのお仕事もしっかりやって子育てもしっかりやってというようなですねまあそういったあの家族でまああのお子さんをたくさん設けるっていうことを。 まあ、あのそんなに重要視しないファミリーもですねあの当然今の傾向としてあるんじゃないかというふうに思うんですですからこのファミリー世帯に選ばれる大田区を作っていきたいっていうのが私の,あの一番の今あの政策なんですけれどもそれは並大抵のことじゃないですけれども例えば住宅のことでもですねあの例えば、えー、東京都の住宅政策でも あのファミリー世帯の住宅をですね増やしていくあの UR の政策等々もですね良質な住宅を増やしていくということもありますしまあそれからあの区のですね空き室もあのファミリーを中心にあの優先的にですね あの住宅を提供するようなそういったような仕組みも当然考えていっていいんじゃないかなというふうにあの考えております。あのですからあの私はですねそのファミリー世帯に選ばれるっていうのはその並大抵のことじゃないけれどもでもさまざまなそれは要するに治安がいいとかあるいはその魅力がある大田区であるとか。 そういったことをですね。1つ一つ。このあの積み上げていくことによってですね。あ,あ、やっぱり大田区に住みたいなっていう新しい方々も大田区に導入をしていきたいな。あのそんな風に思っております。はい、ありがとうございます、えー、それではこれからですねクロストークを行います、えー、クロストークにつきましては、各方法とも。 別の候補者1名を指名して、30秒以内に質問し、その1名の候補者から90秒以内の回答を得る権利を2回、えー、2が2回あります、えー。質問のトピックは、区、え、政、ー、に関することであれば自由とし、質問の順序は挙手制とします。 なお各候補二回の質問と回答がすべて終わった後各候補者に二分,分以内で持論補強の発言をしていただきますがこちらも挙手,挙手制となります最初のご質問をされたい方は回答を求める候補者を明示の上三十秒以内でご質問くださいそれでは挙手をお願いいたしますはいそれでは鈴木,鈴木さんお願いいたしますあのー、盛合候補にぜひご質問をしたいと思っております あの昨年の11月にですね、気象連やそれから高齢、太田高齢やですね小あの、大田区のこの商工団体から、あのまあ、真空光線促進のです、ね、要望書が出されて、各自民党、公明党、維新、都民ファーストさんにも、あのこの要請が来たわけで,で、それに対してですね、 ははいそれでは、えー、と森谷さん、回答を、はい、私もあの東京都議会議員として先日、あの昨年、要望書をあの一緒に提出をさせていただきましたあの、やはり広域自治体として空港にアクセスの強化をするというのは一定の評価をしているんですけれども、ただ、それを大田区の税金でやるかということは、やはりしっかりと区民の立場から考えなければいけないと思っています。 あの全国的なその埼玉の方から空港へつなぐるというメリットはあの8割けれども区民のメリットは21%という数値がすでに大田区のあの資料からも出ていますそういった面で本当に区長としては区民の立場から声を上げていくことが必要という思いまたあの羽田アクセス線が先日着工の報道がありましたのでそういった面から行くとその広域自治体とし あの広域のメリットとしての羽田空港のアクセスの鎌鎌線の需要見込みというこのものが大きく変わったと思うんですだからこそやはりしっかりとこのメリットとデメリットあの情報公開を行いながら区民の皆様に真を問う住民投票を行っていきたいと思いますはいありがとうございますええ他に質問したい方いらっしゃいませるかはいそれでは岡さんお願いします私も森屋さんに あの森さんさっきいろいろお話しした中で子育て政策が中心であってねあの強い縛りを感じるんですけど支持政党支持の状況を教えていただきたいんです。よ 無所属で政党の支援なしというふうにおっしゃってたんですけど昨日小池百合子知事はね応援に来てなかったから都民ファーストの応援はないということ分かったんですけど共産党やね区の労働組合など参加する市民連合大田の会と政策協定を結んだと聞いていますどんな内容の協定なのか教えてくださいまた他にもねそういった政策協定を結んでいる政党や政治団体あれば教えてください。はいそれでは森さんお願いいたします 今回、私は都民ファーストの会話の離党をして区長選に臨んであの無所属で今、選挙戦を戦っておりますただ、の多くの NPO の皆さんですとか市民の皆様からぜひ大田区元温かなそして血の通った区民と対話する癖になってほしいということであの市民連合太田の皆様と政策協定を行わせていただきました。 その政策協定というのもやはり今、のヶ窯線ですとか箱物ですとか本当にあの大型開発優先の,あの今のせではなくしっかりと命と暮らしに寄り添ったせにしてほしいというものでしたですので今、政党の支持というのはあのどことも直接私個人として結んでいるものはありません。けれどもあの今あの様々 あの連携できる区議の皆さんとは連携をしておりますので、そういった面ではあの一緒によりおおたを作っていくためにあの幅広い皆様とあの手を取りながらただあの活動していきたいと思っています。はい、ありがとうございました。えー、それでは森井さん、えっ、ー、と質問したい候補の方いらっしゃいませんでしょうか。はい、それではお願いします。あの私はあの飲み会の会に勤めて。 あ、では岡隆さんにあの私あの飲み川の会でもずっと活動していてで以前あの岡さんが飲み川を暗渠化してその上をあの活用したらいいのではないかというような提案をされていたんですけれどもそれについては今どのようにお考えか教えてください。そう飲み川を暗渠化したらどうだそんな提案したことがあります。あの私自宅が大田区石川町って飲み川のねまさにほとりに住んでいるわけです。 あのあたり飲み川もね、いわゆるその上、あの上流から下流にかけてだいぶ景色が変わっていて、特に上流はね、ほとんど水が流れていない。その大開間あたりからその、まあめはその蓋がかかっていて、大開間の石川町あたりから蓋が取れて、で川にあんまり水が流れてないんですよ。だからそうするとやっぱりずっと乾いてる状況だから虫が湧きやすくて。 この時期ちょうどあったかい時期にね、ゆすりかわって虫が湧いてて、結構みんな困ってるの。その問題に対しての究極的な解決策の人として、蓋を閉めるってこともある。でもそれ以外にも方法があって、結構簡単な解決策がある。それは東京都議会の皆さんに頑張っていただきたかったんだけれども、もっとね、その飲み会の川の流量を増やせば、そう、本当に川になるようにすればね、そういう川、発生しにくくなるんですよ。今ね、大田区何やってるかって、かわいそうにね、川底にね、 あの重機入れてね一生懸命そのゴミ取ってるんですよ水流れてればねそういうゴミなくなるからっていうのが思っていますそれは東京都にしっかり東あの都議会議員があまり交渉できてなかった結果だと思ってますはいありがとうございますえ他に質問したいはいはい,はいお願いします同じく森井さんに質問をさせていただきたいんですがあの真空光線の是非を問うということでですねあのー えっと、住民投票をするということなんですけど、その内容はどういうような住民投票の内容を考えていらっしゃるのかが1点、それからあの政策協定をされた中で,です、ね、羽田新ルートを撤回するというのが入っているんですけども、それについて2点、聞かせてください、はい、それでは森秋さん、お願いいたします。 今、真空光線、カマ線については、区民の理解が十分ではない、そして情報公開も十分ではないという中においては、そういったメリットとデメリットも、有識者の皆さんと一緒に情報公開を行った上で、この真空光線、カマ線を進めるかどうかというものをしっかりと、区民の皆様に信を問う住民投票を実施をしていきたいと思っております。 そしてまたあの2点目なんですけれども、政策協定の中、やっぱり羽田新流とあと、本当に東京タワーよりも低いところを飛ぶという危険性なども、本当に地元の自治体だからこそ、しっかりと住民の立場になって、声を上げていかなければいけない、落下物の問題や安全性の問題、やはり、区民の,あの暮らしと命を守っていくことが、 やはりしっかりと大田区長に求められていると思いますので、それは大田区民の立場から声を上げていきたいと思っております。はい、ありがとうございますえ、他に質問のある方いらっしゃいますか？はい、岡さんお願いします。じゃあ、鈴木明正候補に伺ってまいります。えっと私こう,こうやってね。選挙活動する中で困りごとを抱えていらっしゃるが多い人がいて。 霊感商法で困っている人がいる、うん、そういうのあるんです、だからそれと霊感商法をね応援するような人は口調にふさわしくないと思っています。それで統一協会や関連団体との会合に参加したことがあるのかというのと一点。 あと、さっきおっしゃったように、そのカママ線推進する立場であられるわけです。で、そんな鈴木候補がですね。大田区の公共工事の受注団体から献金を受けてる。結構目立つわけです。区長がこのような団体から献金を受けるのは政治資金規正法にえ設定を、はい、止めてください。えっ、ー、と、それではえっ、ー、と鈴木さんお願いします。はい、あの霊感商法統一協会との関連性についてえー、岡候補から質問をいただきました。あの、私はですね。過去において。 あのえーとえー、女性連合という団体の,あの、まあ、外国人の,あの留学生スピーチ、えー、その大会に2度ほど出たことがございます、あのそれはですね、それがあの統一教会の会合だということを認識してあの出たわけではありません。あの私も大学学のの弁論部の出身でで留学生がですね 特に女性留学生ですから、日本で活躍をしたり、日本で本当に不思議に思ったようなことを、このスピーチをするという、こういったあの海外からの日本で勉強したいという女性留学生を応援をしたいという意味で出させていただきました、それと、区内業者から献金を受けているのではないのかなというような質問をいただきましたが、これは合法的に寄付をいただいているもので、 何ら違法なことはしておりません。はい、ありがとうございます。えー、森家さんはえー、っと質問ありますか。はい。ありがとうございます。あの杉候補に質問させていただきます。今あの学校給食の無償化をあの今回公約に掲げていて本当に今時代にあって子どもたちに一緒に取り組んでいきたいと思っているんですけれども以前あの議会にあの学校給食の無償化のあの。 あの陳情などが出たときに、確か自民党さん、反対をされていたと思うんですけれども、それについてどのように考えが変わったのか、お伺いいいたしますはい、あの自民党としてどうかと、区議会自民党としてどうかということを今、森候補からあのお伺いを今、聞かれました。あの学校給食のの、ね、無償化っていうものに対しては 例えばあの区の教育行政の中で今それぞれの,その老朽化した地域地域の学校の建て替えなどにです、ねえー、優先的に今予算配分をしているというようなことがあ,のあってあの区議会自民党としてもいやまずはまずいろいろな防災の観点とかさまざま えー、介護とか福祉とかの観点から、その学校との合築みたいなもので,です、ね、建て替えをしていく、そういった行政需要が大きいから、まあ、まずはそっちをやっていこうかっていうようなことだったんじゃないかなと思いますが、あのー、この度ですね、自民党、公明党さんの要望で、やっぱり選ばれる大田区を作るためには、学校給食無償化、絶対しなきゃいけない、こういうようなあの要望を私も強く受けました。 はい、ありがとうございます、えー。各候補者とも2回の質問と回答が終わりましたので、各候補者に2分以内で持論補強の発言をしていただきたいと思います。発言内容のトピックは自由とします。最初に発言されたい方はいらっしゃいますでしょうか。 ははいそれでは森さんんお願いしますすみますすせんあのさっき2問あの質問をいただいたのが1問しかあの答えられなかったんであので児童相談所の,あの一環について今あの私は都議会でも厚生委員会の理事としてあのずっと児童相談所子どもたちの,あの権利擁護の 政策に取りり組んでまいりまいしたその中でやはりあの東京都の一時保護所が本当に子どもたちの刑務所のようになっているという現状も見てまいりましたのでですから本当基礎自治体で児童相談所を設置をするならば本当にあの子ども家庭支援センターとしっかりと連携をして本当に子どもたちとご家庭を支えるあの寄り添うような施設にしていかなければいけないと思っております。 そ子どもたちの笑顔が輝く大田区にしていくことが本当に最大の目標ですのでそ面では本当に子どもたちの権利条例を作る先ほども申し上げたんですけれども常設金の弁護士さんを配置して子どもの権利をしっかりと寄り添って守っていくような児童相談所にしていきたいと思っていますはいありがとうございます。えー、他に発言されたい方いい方らっしゃいますでしゃまでょうか はい岡さんお願いします。はいありがとうございます区長候補の岡隆でございます。まあ,あのさっき社会保障の話のところで住民税減税前回唱えてたんですよって申し上げたで今回も区長選挙の一番のねあの名題として無駄遣いやめてみんなが豊かな大宅を作るんだということを申し上げております。であの私その前回住民税減税だと申し上げたときは。 区議会議員をしていてね、大田区が皆さんの税金を十分に活用できてないっていう現実があったんです、毎年100億円も税金ただただ余らしていた、そういう事実がある、だから余らしてるんだったらね、区民の皆さんに減税っていう形でお返したらどうだということをその時は申し上げた、でも減税っていう手法以外にも区民の皆さんに余っている税金を取り戻して、この町を活性化していく、そういう方法はある。で今回の提案としてはデジタル地域通貨だ 100億余る、それをデジタルにね、その年度中に余る、大体その8月ぐらいにお金が余りそうだって見えてくるそれをタイムリーにみんなにね、あの皆さんのスマホにデジタル地域通貨っていう形でお返しす100億余るんであれば、1人1万円だって、74万人区民に1人1万円デジタル地域通貨っていうのをお配りする、それをまあ地域って名前のごとくですから、町で使っていく、だから区役所で余ってる税金を、もう区役所主導じゃないの。皆さんののの手でこの町の経済を 盛り上げていくそういうねあのなんだろうみんなで作る癖みんなで作る財政そうしたものをかたかしは、えー、区長として取り組んでいきたいと思いますありがとうございますはいありがとうございますはい、えーはい、それでは鈴木さんお願いしますあの私は大田区長としてですね区民の健康維持増進や新たな感染症対策まあ、自然災害の備えや物価高騰に対する生活支援 子育て世帯への流出対策や、まあ、区内産業を支えるための経済支援や、脱炭素化、こういった課題の推進、子育て家庭の孤立化や、未来を担う子どもたちを支える学びというようなものも、こういった保障されるです、ね、その子どもの生活応援、 多様化するニーズに対応するための、まあ、まさに区長として自治体経営にシフトをしていきたいと思っております住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる安全な大田区と新たな人々にも選ばれる大田区を実現をしていきたいそして私は笑顔と温かさあふれる大田区政を作るためにぜひ区長選に勝利をして区民のために 働かせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と以上でクロストークのセッションは終了となります。えー、候補者の皆様ありがとうございました。えー、ではお時間が少なくなってまいりましたので、えー、最後にですね各候補者の方からその他におっしゃりたいことがざございましたら、えー、3分でお話しいただきたいと思います。はい。えっ、ー、とそれではですねえっ、ー、と森候補からお願いします。 本当にととすいます区民の声が届いていない大規模開発優先の区政から命と暮らしに寄り添う区政と公共を取り戻す今民間委託や指定管理などどんどん公共サービスが切り売りをされている状況に私はしっかりと命と暮らしに寄り添う区政へ制度と制度で、ま、困っている方に光を当て 血の通っったた愛ある癖をいいいいてていきたいと思っていますまた、大田区長の退職金、4年で2000万円以上、4期勤めれば1億円近く、そういった区民の感覚と離れた私は退職金4年ごとの支給を廃止をしていきます、そういった税金の使い道政策の優先順位を変えればできることがもっとある、こうやってやりたい政策もやはり財源がなければできない。 そういった面では本当に事業の見直しを行いながら少子化、子どもの貧困対策ヤングケアラー障害者福祉、温暖化対策産業集積の維持など区民の声が届いていない現状に区民と対話をしながら誰一人取り残さないオタクを築いていくため ぜひ本当にあの区民の皆さんの声を聞きながら一緒に作る夢と希望があふれる子どもたちの笑顔が輝く大田区を作っていきたいと思っておりますはいありがとうございます、えー、続きまして岡さんお願いいたしますはい区長候補の岡でございます今回ね実に16年ぶりに区長が変わりますせっかく新しい区長にするんだから岡川隆は区役所に穴を開けます穴開けるって三つの意味がありまして 1一つは情報公開、結構区民に大切なことを伝えてない、閉鎖的な区役所だから、それ、穴開けるんだ、2つ目の意味は組織の活性化です、区役所の人って20年も30年もそこで働いているの、外のことあんまり知らない、だからそうした人を穴開けて、外の、ね、区内の中小企業に送り出していく。 総務系の人手不足だったりするからきっと役に立つと思うんです、でまた戻ってきてもらう、その時に今度は事業者の目線、住民の目線がわかる区役所の職員が育って、絶対良くなると思う、そして3つ目は区役所に物理的に穴を開けて、あの蒲田の、ね、東西交通を活性化させたいと思っています、そんな風に岡隆市は区長として区役所に穴を開けるんだ、でも私のお腹もしっかり痛めるべきだと思っています、だから私も区民への約束、区長報酬の20%カットを提言しております。まあ ただね、結局今、16年勤められた松原忠義区長と私が同じ報酬をもらっていいのかどうかっていう悩みです。やっぱり、なんだろう、しっかりやってきたんであれば、それに報いられてもしかるべきだろうと思う。まあ、しかしながら、私、1年目の区長でございますから、給料20%カットでやらさせていただく、でもそうではなくて、しっかりとね、区長が区民のために頑張る、そのために、業績連動型報酬、そうしたものを導入して、区民の皆さんにとって、あ区長、ちゃんと仕事してるな。 岡隆頑張ってるな分かってもらえるような透明な透明性ある区長を行っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますはいありがとうございます、えー、続きまして鈴木さんお願いいたしますはい、鈴木明さです、えー、私はこの度の区長選に立候補するために、えー、東京都議会議員をですね、えー、第1回定例会 しっかりと小池知事、与党として予算に賛成をして、そして3月4日に辞職をして、都議会議員としての役割をしっかりとそこで完了をして、そして大田区民の幸せを作りたいという、新たなる決意を持って、この度大田区長選に立候補させていただきました。あのの空港線をこの 大田区を稼げる大田区にそしてですねあらゆる新しい世代の方が大田区にまた住んでいただけるような選ばれる大田区になるようにですねしっかりと私自身が今までこの区議3期10年都議6期16年この持てる人脈とまさに自分の経験をですすねべてこの大田区長としてしっかりと 使ってですね現状のさまざまな大田区も課題がございますのでそういったものに一つ一つ結論を出してそして新しい大田区の未来を切り開いていきたいと思っております皆さんこれが大きなチャンスでございますので松原区政を継承して新しい大田区を作っていく鈴木秋政を信頼してくださいよろしくお願いいたします ありりがががとうございままししたた、えー、残念ながら、えー、お時間が参りました、えー、このような機会が設けられたことは、えー、必ずや大田区小選挙に良い影響が与えられるものだと確信しておりますしまた区政を他人事にするのではなく、えー、自分たちの手で良くしていくんだという、えー、区民の覚悟につながるのではないかと思います。 本日は大変お忙しい中ご出席いただいた候補者の方々にお礼を申し上げるとともに最後まで熱心にこの討論会をお聞きいただいた聴衆の皆様にご礼を申し上げます。 視聴者の皆様,皆様、これで本日の予定はすべて終了しましたが、ここでご視聴されている皆様に、本日の公開討論会のアンケートへのご協力をお願いいたしますご。ご覧いただいているページにアンケートへのリンクが貼られております。今後の活動の参考にさせていただきたいと考えておりますので、ぜひ、お手数でもご回答いただきますようお願い申し上げます。本日はご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。